リニューアル前の施設外観千歳川に設置されたインディアン水車酒のふるさと千歳水族館は北海道千歳市にある水族館。道の駅サーモンパーク千歳の敷地内にあり、淡水では日本国内最大級となる水槽や日本国内初となる川の水中を直接見ることのできる水中観察室があり、酒や北方圏の様々な淡水魚の生態や千歳川の 生き物を観察することができる。施設そばの千歳川には、捕業者があり、サケマスの増殖事業に用いる新魚を捕獲するために、設置している。電力を使用せず純粋に水力のみで回っている。捕業者は北海道内唯一であり、遡上するサケの群れや、捕業者によるサケの捕獲風景は、千歳市の秋の風物詩となっている。1888年、酒マス孵化場が、 千歳川に設置された当初は、周辺には捕魚者が先にあり、戦後に市街地開発が進んでいくと見物客が増えてきた。1979年に千歳市はサーモンパーク基本構想を策定。1994年に千歳酒のふるさと館が開館して、施設側に捕魚者を設置。2004年に道の駅登録となった。2015年、 工事期間中の休館を経て、道の駅施設と同時期にリニューアルをオープンした。ありがとうございます。